まず牛脂を鍋一面に広げる。その上に薄切りの牛肉、そして肉の上に砂糖、肉に甘さが移ったところで醤油、酒を加える。関東風の場合はあらかじめ作られた割り下で煮込んでいくが、私がロマンを感じるのはこの関西風。具材はネギ、焼き豆腐、白滝、椎茸、えのき。白滝はカルシウムの成分が肉を硬くするから牛肉から距離を置く。肉60度、ネギ70度、豆腐90度、白滝60度、椎茸50度、えのき30度が好ましい。この段階で水や酒を加える人もいるが、私の場合は春菊を投入し、蓋を閉じて3分。自然と野菜たちが鍋の中に汁を満たしてくれるのを待つ。この3分間を私は神の時間と呼んでいる。さて、ここで卵だ。かき混ぜるのは急を吹く半。白身が醸し出すとろりとした食感を失わないギリギリのところで止める。あとは完成を待つだけ。ただ、すき焼きに明確なルールは存在しない。関東風、関西風の違いだけでなく、具材の種類、配置、手順、家庭の数だけすき焼きの作り方が存在する。これはあくまでも私のベスト、私にとって理想のすき焼きだ。